ネオジオ CD フロントローディング版。はい、今回はネオジオ CD です。以前やりましたが、こちらはフロントローディングタイプの方ですね。若干大きく見えますが、どうなんでしょう。パワーボタン、ちょっとクリアパーツを使っていてゴージャスです。ネオジオ CD と書いてありますが、ここがフロントローディングですね。コントローラーポートはちゃんとプレイヤー1とプレイヤー2の2つついてます。で、上の方はどうかなと。広い面積を誇っていますが、特に上、ロゴのみですね。ネオジオ CD Advanced Entertainment System と書いてありますけども、たったこれだけです。微妙な膨らみもありますが、デザイン上のものですかね。おそらく背面ですね。この辺も通常版のネオジオ CD と同じような感じですね。専用 AC アダプターに AV アウト関係が並んでいます。次はちょっと側面を見ていきますが、特になんか拡張コネクタがあるわけでもなく、このジャルジャルな部分も特に吸気口排気口というわけでもないですね。穴が開いてません。左側面も右とほぼ同じような感じですね。やはり吸気口排気口の穴はありませんが、ザガザガな面はついてます。そこ裏面というのかな、特に何かを拡張するための端子もありません。 SNK Made in Japan です。通常版と比較してみたいんですが、通常版のが若干小さいですね。このトップローディング少し小さい感じがします。初期ロットの限定版の方がでかいっすね。このようにちょっと2つを並べてみますと、やはり初期ロットの方が大きいですし、なんとなく形が家庭用のプリンターというか複合機みたいな形をしてますね。ほぼ直線で構成されてますけども、通常版の方は曲面もあり優しいイメージですね。初期ロットのフロントローディング版の方は本体しか持っていないので、通常版の方から借りてきました。まあ同じ時期に出てますので当然使うことができます。電源コネクタ、コントローラーともバッチリ刺さりました。ではスイッチオン。赤く光るんですね。初めて起動しました。映りませんね。 CD を入れないと映らないとかかな。いや、そんなはずはない。メニューが出ましたよね。なんとかメニュー画面は起動しました。で、ソフトウェアスイッチなんですね。ソフトウェアによってイジェクトをかけるようです。あ、出てきました。この辺はどうなのかな。ボタンの方がいいな、個人的に。では早速ですが、ソフトを入れていきたいんですが、まあ何でもよかったんですが、とりあえずサムライスピリッツといったところを突っ込んでみたいと思いますけども、ボタンがないので、再びこれですね。コントローラーでこれグイッと押しちゃいけないんですよね。コントローラーで再び A ボタンでパチッとポチッと入りました。赤いランプちょっとあ、なんか起動してますね。ネオジオ CD、 なんか繰り返しちゃってません、これ。嫌な予感しかしませんね、これ。入った。なんだろう、今の。読み込みってこんなもんなのかな。あれ？しばらくお待ちくださいと。結構待ってたんですけども。あれ？またこの画面になっちゃった。なんかやばいっすね、これは。なんか繰り返してる予感ですね。しばらくお待ちください。結構もう待ってはいるんですけどね。
あこのパターンは多分ダメですね。読み込みうまくいきません。しかもなんか繰り返しててイジェクトができませんね。ほら一瞬映るんですけどボタンが押せません。だからやっぱねこういうのはハードウェアスイッチがいいんですよね。ソフトウェアスイッチこうハングアップっていうのかループしちゃった時にどうにもなりませんね。これどうすれば出せんでしょうか。おい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 無理やり引っこ抜くとかよくわかんないんですが、いろいろボタンをガチャガチャ押していたらとりあえず無限ループから脱出しました。このねパワーボタンを押しっぱなしにしていたらなんか止まりました。多分関係ないと思うんですけども、これによって読み込みが入るかな。どうだ。ああ読み込みまで行きましたね。なんとか。やっぱここにねスイッチ欲しいな。イジェクトボタン、ちょっとこの赤い LED も不吉ですね。なんてやっていてもなかなかローディングが終わりませんね。伝統の長さです。もう一息もう一息。タイトルが出てきただけです。これいろいろ他も読み込んでるのかな。ゲームデータロード、しばらくお待ちくださいと。再び待てと。これはあれ始まった。あれなんか嫌な予感。ああゲーム画面に入りません。最初に戻されました。本体がちょっとおかしいのか CD がおかしいのか、しばらくというか相当待ちましたね。しばらくお待ちくださいと再び最初に戻されてます。なんかいまいちなんで、とりあえずもう一本他のソフトで試したいと思います。ちょっと一回イジェクトかけます。今度はソフトキングオブファイターズ、キンファーに変えたいですね。キンファーなんて言わないと思うんですけども、キンハー、キングダムハーツ、なんか違うな。キングダムハーツですね。一人で何ブツブツ言ってるんだ。キンファーじゃありません。あ、始まります。ローディング、こっちは意外とスムーズにいったな。メディアの問題だったのか。うお、またローディングですね。Please wait と。1分1秒が惜しい時代にはちょっときついですね。ちょっとさっきのサムライスプリッツのメディアの目を見てみたいですが、非常に美しいですね。特に傷がついてるとかないので、ローディングの失敗は関係ないと思うんですね。と思ったら、キングオブファイターズも元に戻ってる。これは本体がやばい。はい、いかがだったでしょうか。ネオジオ CD のフロントローディングバージョンですが、いかがも何もありませんね。まともにゲームまでたどり着けませんでした。残念無念ですね。微妙に故障しているっぽいです。俺の8分30秒返せ。そうですね、やっぱり初期ロットと通常版を分けることはしないで、まあ倍速 CD ロムなりを積んでね、欠点をなくして発売してほしかったかなと思います。最後にイジェクトボタンは本体に欲しい。8月もいよいよ後半、まだまだ暑いですが、夜なんかはちょっとセミの声に混じって鈴虫が。ではまた。